アンダー58キロ契約3分3ラウンド延長1ラウンド、地元神奈川出身海老名の最強晴れ間、横浜の森坂陸です。3ラウンドです。24歳対決になりました。反則です。さあ、ここふるさとをどちらが彩ってくれるんでしょうか。反則ないですか。はい。さあ、それでは放送席コメンタリーご紹介しましょう。佐藤よしひろさん、そしてゆうちゃみさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、佐藤さん、3年ぶりに帰ってきてくれましたね、最強晴れ間。そうですね、楽しみです。はい、これはこれ怖いと思うんですよ、左足怖さありますか、ね、回復外、さあ、怪我からの復帰戦、実に2年10ヶ月ぶり帰ってきてくれました。激戦区フェザー級にスピードモンスター帰ってきてくれました。迎えるのは森坂陸。最強は才能にあふれた選手ですからね。いいよいいよ、それいいよ。2019年右足の骨折がありました。悪夢の脛骨骨折、そこから這い上がってきてくれました。さあ、先に手を出すのは森坂陸。まあ、ともにゆうちゃみさん24歳、そして同じ神奈川出身なんですよね。右、それはどちらとも譲れない戦いですよね。故郷が舞台です。気持ちは入ります。トリッキー森坂、まあ、独特のスタイル、佐藤さん、バックブローを持ってますね。回転技鮮やかですね。そうなんですよね、本当蝶のように舞いますからね、森坂。右、回転技が得意というトリッキー森坂陸です。スピードモンスター、およそ3年ぶりの復帰戦。まあ、ただ離れていた期間トレーニングを行って、また戻ってきてもスピード落ちていなかったというふうに話してましたね。今のバッと入ってくるスピードを見てもやっぱ元のままですね。あ、そうですか。はい、怪我の完治に1年かかりました。メンタルはやられたといいます。1年半の間格闘技から離れることになりました。ただパワー、スピード、そしてテクニックは思っている以上に落ちてはいなかったというふうに最強春馬は話します。連続攻撃、森坂陸。この距離感は佐藤さん、いかがですか。まあ、まだお互いのいい、得意な距離ではないですけど、はい、まあ、探り合ってるようです。左、力強さありました。この森坂陸の独特の動きは、ゆうちゃみさん、どういうふうに目に映ってますか。そうですね、本当になんていうんだろう、もうパワフル、どっちもパワフルなので、もうどっちが勝つかとかももう全然推測できないんですけど、はい、二人とものテクニックを見たいなっていうのは思います。58キロの世界です。じわじわとプレッシャーをかけるのは森坂陸。左、西京がちょっとずつ少し遠めの距離からペースをつかみ始めましたね。この距離感は西京春馬ですね。入りが早いんですよね、入ってくる、ガッと入るんで。このスピード感、170センチ、神奈川出身、海老名故郷という西京春馬です。一方、森坂陸はここ横浜市出身です。ともに24歳。森坂も離れて戦うの得意なんで、お互いね、結構離れて戦うのが得意ですよね。距離は共に取り合いますか。はい、中に入ろうと森坂陸です。そこに当てていくのが最強春馬。森坂陸は1ヶ月半前クラッシュ、7月30日に戦っています。短い期間、この感覚の中でまたリングに上がっています。ただ憧れの横浜アリーナ、ここで戦いたかったというのが森坂陸です。まもなく第1ラウンドはあと10秒というところです。森坂陸、K-1 初勝利を目指してというリングになりました。プレッシャーをかけていくのは森坂陸、離れながらうまく放っていくのは西京春馬です。同じ神奈川出身の対決になりました。はい、最初の3分間が終わりました。ここは横浜アリーナです、横浜祭り。はい、最初の3分間、ゆうちゃみさん、はい、どういうふうにご覧になりました。いや、本当西京さん、西京選手 のやっぱり蹴りだったりとかがすごい入ったイメージがあったので、はい、そこは見どころだなと思います。まあ、3年ぶりの復帰戦ということになりますが、佐藤さん、はい、怖さがあるというふうに第1ラウンドスタート前にお話がありました。はい、このあたりいかがですか。まあ、でも左ミドルを数発も思い切って打ってましたので、まあ、そこの吹っ切れてる感じがありましたね。はい、あとローキックですよね、奥足へのローキックとかを、まあ、あとは思い切り打てるかどうか。はい、結構足の骨が折れるときって自分が蹴っていって折れる場合と、はい、ガードして折れる場合があったんで、今回の西京選手のやつでガードしてカットした足で折れちゃったんで、蹴る方はひょっとしたらそこまででもないのかもしれない。どちらかというと受ける側に不安が少しあるかもしれませんね。変な受け方するのは怖いと思います。さあ、トリッキー森坂がスピードさあ帰ってきた最強春馬、大難度のゴングです。ポンと今年合わせてミドルを放った最強春馬です。サウスポーツサイドは最強春馬、ここは森坂前に出ていきます。プレッシャーをかけます。29戦目森坂、一方最強春馬は21戦目森坂いきます。追いかけ
っていくように狙っていく。やりミドル。森坂いいですね。サイキョウが回ろうとしているところにそこに道を防いでるんで、サイキョウはプレッシャー感じますよこれは。いやですね。はい、バンクルワセを演じてやると力強く語った森坂陸です。もうようには行かせない。今表は最強。ただ全てを変えてやると森坂陸。あとローブロー。ただいま青浜森坂選手の攻撃がローブローと判断されたため時間を取っています。あの最強ユーマの兄です。アマチュア時代から活躍をしてきました。16歳でプロデビュー、そして2015年 K1 甲子園優勝。2017年 K1 で小沢海人に勝って見事なデビューを果たします。まあ、まさに佐藤さん10代の頃は最強春馬旋風吹き荒れましたよね。はい、もう僕は10代の頃から見てるんですけど、はい、このドエレア選手が出てきたなと思って。ドエレア選手さあ試合再開。依然として森坂プレッシャーをかけていきます。行く手を阻むように動いていく。中に入った、少し近づいた。左肺のキレ、スピードは抜群です。かなり距離を縮める森坂陸です。いやゆうちゃみさん、かなり距離近づきましたね。そうですね、さっきまで遠かったんですけど、急に近づいてきて、やっぱ森坂選手のキックがすごいです。自らも眼下底骨折を経験したという森坂陸です。怪我から復帰した選手はまた強くなる、それを僕はよく知っていると森坂陸は語っていました。このラウンドは森坂が最強の距離を取らせないようにしてますね。森坂のペースですか。はい、ペースを握ってるほどではないです。はい、でもうまいことあの距離を潰してかかってますね。第一ラウンドを経験してそれをプラスに変えようという森坂陸です。はい、ネームバリューなる最強との一戦です。文句なしの相手という森坂陸。静寂そして緊張感。ここは横浜アリーナ、2人の故郷です。さあ、もうなく第2ラウンドもあと1分というところです。手数としては佐藤さん、いかがですか。手数も、まあ、手数そんな変わりはないんですけど、はい、柔らかさでは森坂で、スピードではやっぱ最強なんですよ。やっぱね、スピードに劣る選手は、離れて戦うともう勝てないので、はい、もうこうやってちょっとずつ詰めていくしかないですね。だから森坂はいい距離を取ってますよ。移動を見せてきました。魅惑のブルーバタフライ。K1 初勝利を目指している森坂陸。さあ、距離縮まった。今度は最強を前に出ようとする。右をリードで作っていきます。この距離感は回転技を見せてくるという森坂陸です。最後1本を切ってから最強ハルマの手数は増えてきました。ようやくリングに上がりたい、そう思えた2022年です。振り返れば3年前骨折したのはここ横浜でした。最強ハルマまたその場所に戻ってきて気持ちを入れ替えて再び輝くか。第2ラウンドが終わっています。さあ、第1ラウンド、第2ラウンドが終わりました。ゆうちゃみさん、前半は第2ラウンド森坂陸のペース、そして最後後半は最強ハルマがかなり手数が増えましたよね。そうですね、お互いもらってはちゃんと返してっていうことが繰り返されてたので、すごいそれはいいと思います。そうですね、はい、佐藤さん、印象度としてはここ2ラウンドいかがですかね。あの技の一発一発の重さも最強が上なんですけど、当ててる数とか手数はそこまでまだ差はないですね。はい、でもちょっと最強少し森坂の攻撃をちょっと見切りつつあるかなという風にも見受けられました。となってくると第3ラウンドは楽しみですね。そうですね、3ラウンド目一気にギアをチェンジしてくる可能性もあります。11戦目、15勝5敗、 KO が5つ最強春馬、一方森坂陸は29戦目、14勝12敗、引き分けが2つ、ノックアウトは3度という森坂です。最後の3分間、同じ神奈川出身24歳対決、故郷神奈川のリングに上がっての3分間、ラスト3分間です。動きをうまく見極めたか最強春馬です。近い距離入っていく、回転技を
使っています森下がりくです。プッシュして、プッシュして、ナイス膝、ナイス膝、膝の後でも距離を回ってくるぞ、まあ、距離を潰そうとする、下向いたら回ってくるぞ、火が入ったか、連続攻撃、森下が前に出た。森坂もここまで得意のバックブローとかあんまり出してないんで、このラウンドで起死回生出してくるかも、チャンスを伺っている可能性は十分あります。蹴り技、バックブロー、得意技、回転系の技来た、それを止めた。3年ぶりに帰ってきてノックアウトスタート、素晴らしいスタートを切れるか、斉藤春馬です。スピードは確かに最強の方がやや上回ってるんですけど、はい、当ててる数はそこまで変わってないん で、ね、このラウンドを確実に取れば取った方が勝ってもおかしくないですよ。この3分間で決まりますね、はいはい、聞いてるね、聞いてる。ゆうちゃみさん、ここまでは本当に、ね、微妙な判定になっていきそうな感じありますもんね。そうですね、第3ラウンドでどういう試合見せてくれるかっていうのが注目ですね。打ち合い時回ってくるからね、絶対下ろすなよ。怪我からの復帰戦、およそ1年後にこの K-1 のリングに入りました。超切り立つどん底から救ってくれたのファンの皆さん、そして子供が見てくれています。勇姿を見せたい、一人ではないということを気づいたという最強春馬、戦う理由ができて2022年帰ってきてくれました。サード一発左、聞いてんじゃん。さあ、森坂陸はここまではそれほど回転技バックブローは見せてきていません。右ハイ、まあ、最強はまだ佐藤さん手応えある打撃というのはないですかね。そうですね、遠目からのワンツーが結構強い位置では当たっているんで、はい、まあ、そこに手応えは見出してるかもしれない。なるほど、右ハイ、森下が前に出ます。多分決定的な、ポイントは取れてないと思います、ね、まだ両者決定打はないという中で、第3ラウンドあと1分切りました。印象でどこまで上回ってるかっていう段階ですね、まあ、2、中央で打ち合う、森坂のフック入りましたね。森坂のフック応戦、バックブロー来た、回転技狙っています。最後も左を当てました。さあ、あと30秒です。沈み合います。打ち合う、インファイトになった。森坂は左ウッキー、距離を取る、追いかけていきます。24歳同士、共にふるさとのリングに上がりました。さあ、森坂前に出た、あと10秒、ノーガード、最強笑った、挑発する、最後両者打ち合う、打撃戦、腕を振る、来いと森坂。ここで第3ラウンド終了の判定に入ります。いやー、ゆうちゃみさん、最後は見応えありましたね、はい、そうですね、2人とも最後笑ってましたね、最強は濃いと少し笑いました。森坂も応戦。さあ、佐藤さん、どうですかね、判定。そうですね、これ微妙な難しいところ、難しいですね。最後の打ち合い、もう一発か二発だけどっちか打ちたかったですね。お知らせします。ジャッジ山根30対29、赤最強、まずは最強に入ります。ジャッジ水谷30対29、青森坂、森坂に来ました。ジャッジ太田29対29、ドロー、ドロー。以上、さあ、まだ終わりません。1対1、指定の総数に達しているため、これより24歳同士の決戦は延長3分間残されていました。いやー、ゆうちゃみさん、あと3分見ることができますね、はい、そうですね、本当に今の試合本当に面白かったので、延長で見れるの最高ですね。さあ、佐藤さん、最後の初心者証明3分間ポイントはどのあたりになってきますか。もうお互いこの前に出て打ち合うか、それかもう最強が徹底してアウトで完封するか、どっちかかなと思いますね。森坂はもう離れて戦うと分が悪いんで、もう前に出た方がいいと思います、ね、チャンピオン、軍事体操を脅かす存在はどちらか。3ラウンド目の後半はもう森坂のパンチのラッシュもかなり良かったですからね、あれスピードに勝ってる最強もかわせなかったんで、はい、最強もだいぶ消耗はしてると思います、ね、さあ、故郷の皆さんから声援が送られます。森坂陸か、最強春馬か、スピードモンスターか、トリッキー
3分間ここ横浜を彩るのはさあどっちか。延長3分間のスタート、第3の最後打ち合いました。そうですね、もう森坂はこう行くしかないですね。いいですよ、冷静に見極めるのが最強春馬です。森坂来る、ワンツー、このワンツーでうまく組み立ててくるのがテクニシャンの最強春馬です。最強は完全にもう森坂の攻撃を全てかわして、アウトでかわしきれば勝てますから。そうですよね、アウトでやるならもうそのぐらい干渉しないといけないですね。先ほどの第3ラウンドは森坂力の左フックが入るシーンがありましたね、はい、この左フック入ってくるところ左へサークリングは最強春馬、サウスポースタイルです。最強カウンター狙ってますね、まだスタミナは十分という最強春馬か。ステップワークよく動いています。インロー、ワンツー、そう体使ってパンチ、リハイ、これを返した最強春馬です。最強いいですね、いや、ゆうちゃみさん、最強春馬の目つき見てるとかなり狙ってる感じありますよね。そうですね、どっかでもうダウン KO を狙ってる感じが本当にすごいですね、はい、スピードモンスター期間、ここ横浜、森坂はまだこの K1 の舞台では勝利したことはありません。今年クラッシュは2連勝を決めてここにやってきました。ただ K1 は未勝利、誰もが俺が負ける試合だと思っている。ただ絶対に番狂わせを演じると豪語しました。森坂、さあまもなく最後の3分間はあと1分を迎えるところ、左フック下がっていきます。2回最強うまく避ける、さあ1分を切ります。森坂の右膝も良かったですね。いや、そうですよね、左膝、森坂、このラウンド前に出てるのは森坂ですからね。そうですよね、手数もかなり出ます。左当たったか、まだ距離を近づけます。リング中央、リハイ、最強は完全に完封してるとは僕は思わないですね。なるほど、手数は森坂か、はい、気持ちは下がってきます。いや、何かゆうちゃみさん、森坂の気迫と、そして最強のスピードテクニックという構図ですね。そうですね、本当にもう私の体が動きたくなるようなぐらい、本当にすごい試合ですね。気持ちは入ります。森坂前に出ようとする、さあラスト10秒間、ふるさとに帰ってきてのリング両者、神奈川対決、どちらに軍配があるか。泣いても笑っても最後の3分間、ここで決着がつきます。判定と向かっていきます。なお延長ラウンドの判定はマストシステムによって行われます。佐藤さん、印象度はどうかですね。前に出続けたのは森坂です、はい、で最強はかわしきってはいないですね、はい、完封はできなかった、はい、判定結果をお知らせします。注目判定で最強か森坂か、ジャッジオーター、10分9アンバー最強、まずは最強にあります。ジャッジ水谷、10対9、青森坂、青森坂、ジャッジ山根、さあどうか、10対9、青森坂、青森坂に入りました。涙の K1 初勝利、森坂陸、トリッキー森坂、故郷凱旋、憧れの地、ここ横浜アリーナ、最強春馬を破って見事 K1 初勝利を決めてみせました。まさに魅惑のブルーバタフライ、神奈川で待ってくれました。いや、ゆうちゃみさん、この涙いかがですか。いや、私までうるうるしました。今伝わってくるものありますね。いや、最強立てるでしょうかどうか。勝ちました森坂選手にはトロフィーが送られます。ギリギリの際どい判定だったかと思いますが、そうですね、僕自身も2対1で勝ったこともあれば2対1で負けたこともあるんですよ。本当に天と地との差なんですよ。2対1でも勝ちは勝ちだし負けは負けなんですよ。もう森坂は本当自分で掴み取りましたよね、全身で。全身が評価されたってことは森坂自身もすごい自信になるんじゃないかなと。はい、はい、
年ぶりにこの K1 の世界に戻ってきた注目の最強ハルマンを打ち破ってみせました。いやゆうちゃみさん、番狂わせを演じたいというふうに話していましたが、はい、見事それを達成しましたね。そうですね、本当それも良かったです。蝶々みたいでした。あとはですね、佐藤さん、この階級においてトップ選手からなかなか勝つことができていなかった森下がり、ここもクリアしましたよね。そうですね、なかなかクラッシュとかでもなかなかいいとこで負けちゃったりしてましたからね。ここで最強に勝てたことはすごく彼にとって転機になるかもしれないですね。大きな自信になると思います。さあ森坂陸が K1 この舞台でふるさとで初めて勝利、涙の勝利になりました。場内の皆様にご案内申し上げます。まずは超人者の応援をお願いします。また大きな声を出しての応援はご遠慮ください。